ンネ2018へお越しいただきまして誠にありがとうございます。タイトルをほとんど言わないのでちょっとドキドキしながら言いました合ってましたさあ、まもなくこちら PR ステージ始めていくんですけれども、今一度皆様にご案内させてください。本日もですね、毎年恒例となっておりますが、スリお気引きの方々がいらっしゃるようなので、皆さんご注意いただきたいと思います。スリの方の手口といたしましては、キャラさんとお写真を撮っている時、撮っている側、そして撮られている側、どちらの方もスリに会いやすいそうです。なのでお荷物などどうぞね、お財布等は必ず体から離さないように、そしてカバンを後ろ側に持たないようにしてくださいね。後ろからスッと持ってかれちゃいますので、この今日も明日もスリさん出る予報でございますので、皆さん十分にご注意いただければと思います。あと迷子もね、皆さん気をつけてあげていただきたいと思います。さあ、それでは大きいのと高機能と高機能とがやってまいります。いただきんです、よろしくお願いします。さあ、皆さんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。たくさんの人たち来てくれて嬉しいです。メインステージにね、皆さん行っちゃってるんじゃないかなと思ってドキドキしてましたが、嬉しいね、ゆるなきね、ゆるなきも嬉しいね。ね、ありがとうございます。さあ、私たち大阪府泉佐野市から来ました、犬なきんと、そしてこちら分身の術、ちょっと失敗しちゃったゆるなきんと言います。よろしくお願いします。イエー、ありがとうございます。結構ね、コウキーノとコウキーノのはい、犬なきん、ゆるなきんって言います。で、私たち大阪府泉佐野市の犬なきさんで修行をしている超人なんですね。で、超人だから犬なきんはこんだけ仕上がってるんですけど、ちょっとゆるさんはね、お体仕上がってないね。ちょっとね、ここだけ鍛えすぎちゃったね、ここだけね。はい今ね、一生懸命頑張っております。そして私たちですね、ご存知かもしれませんが、ゆるキャラグランプリ現在参加しておりまして、なんと現在3位でございます。ありがとうございます。拍手お願いします。現在3位になりました。今ね、本当に頑張って泉佐野市周りは、本当に各県回ってですね、いろんな大きなイベントとかにも参加させていただいております。で、犬なきん、ゆるなきんはこうやってね、ゆるさん今踊ってるんですけども、ダンスが得意なゆるなきんと、そしてアクション、そしてね、この格闘がもうバッチリ、この超人技が得意な犬なきんというこの2人で頑張っております。皆さんにですね、もっともっと応援していただきたいなと思っておりますので、今日このステージを見た後に、犬なきん、ゆるなきん可愛かったなとか、かっこよかったなって思ってくれる方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ投票していただきたいなと思いますね。投票していただきたいね。じゃあまず犬なきんからちょっと見せてあげよう。普段の修行の成果を見せてあげてください。いいね、決めます、決めます。めっちゃ立てていけば足上がります。すごい、拍手ありがとうございます。これ見せられたゆるなきん、さあどうする。お、俺やったらで、ね、センターまで取るね、取るね、センター取るね。よし、待って、それだけ、それだけ、嘘やん。これ何の踊り、これ。あ、気持ちジャンプしてキックしました。拍手ありがとうございます。今ね、ちょっと可愛いと思ってくれた方いらっしゃると思いますので、ぜひぜひ犬なきん、そしてゆるなきん応援してください。本日奥の方のですね、ブース C のブースでやってますので、皆さんブースにも遊びに来ていただいて、グッズとかもありますので、ぜひぜひグッズもチェックしていただけたらなと思います。じゃあ、それでは皆さん踊ってるけど、皆さんにご挨拶でよろしくお願いしますって終わりたいと思います。それでは犬なきん、ゆるなきん、どうぞ皆さん投票、そして Twitter のリツイートもよかったらよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとう、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。犬なきんとゆるなきんとお姉さんは、阿部ちゃんです。阿部ちゃんです。ありがとうございました。阿部ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。またね。いるだけ今日は椅子で倒立はしなかったんだね。はい、ちょっと分身の術、いろんないるなきんがいるんで、ちょっと分身の今日は、あ、いろいろなのね。そうなんです、いるなきん分身めちゃくちゃするので、おうおうおう、そうなんです、ちょっと今日倒立担当いるなきんではなかったんではい、すいません、ちょっと大人の事情で、すいません、倒立担当ではないんで、突っ込まれちゃった、突っ込まれちゃったっていう感じですね。はい、ただもうアクションできますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
そうか、逆立ちバージョンタイプとっていうね、あのアクションポーズの犬なきんと、そしてゆるなきんと、はい、で阿部ちゃん覚えた